こんにちは、こんばんは、あおいです。本日、2月15日は、スクールの日。とのことで、スクール制のゲームを今回はやっていきたいと思います。あ、バードストーリー。はい、こちらね、僕が以前プレイした、トゥーザムーンというね、作品のシリーズ作品とのことです。でね、2作目のファインディングパラダイスという作品がありまして、そちらをやろうと思ったんですが、その前にね、この作品をね、プレイした方がよりね、深く遊べるとのことで、こちらね、2作目の前日譚らしいんですよ。で、どうやら映像作品的な感じで、ほとんどテキストもないらしいんですよね。まあ、どういう作品かちょっと、あえて見ずに行きたいと思います。それでは、スタート。お。これはまず一章ということかな？行きましょう。わ、街がすごく、綺麗ですね。鳥だ。なんか持ってる。あ、紙飛行機ね。1時過ぎてますね。おやすみ。うん、やっぱりこういうドット絵テイストのゲームはいいですね。狙い撃った？ん？時計が逆回り。何これ？夢見てんのかな？もうちょっと逆行ってる逆行ってる。あ、ちょっと、ムーンウォーカーみたい。すごい、うん。夢だよね、これ。ムーンウォークしてる。あ、鳥も。とかこれ。もしかして、時代が、時が逆行してんのかな？あれ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 。道ができた。あ、紙飛行機、でっかい。戻ってるんだよね、これ。周りの人もみんな、戻っていくね。街灯が消えて。12時15分。0時かな。学校の授業？
なんかやってる。リスかな？あ、取った。紙飛行機を。あ。先生に当てた。あれ？先生、この子がやりました。うわ。まあ、折ったのは、確かにこの僕だけどね。なんか怒られましたね。そこで立ってらっしゃいみたいな感じ？立たされてるなぁ。なんか授業を邪魔したから、ちょっと締め出されたみたいな感じになってますね。なんだよ。みんなあっち行ったな。なんだなんだ。動いちゃいけませんみたいな。おー、なんか、なんだなんだ。こっそり行く感じか？あ、なんか BGM がすごくいいな。遊園地だ。誰かもう反対側に行ってほしいよね。あれ？いいな、遊んでるけど、なんか道がある。交代。とりあえず一方通行でいい感じかな。ここは1号に入りますか。うん、押せということ。ぴょん。何回？うん、出ますか。何回でしょうね。ん？なにあれ？ネズミかな？逃げた。なんか、こっちやな。ん？あれ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 ？自分が見えないぞ。うん。まあ、誘導されてる感はあるんで、そのまま行きます。おぉ。これは僕の家か？冷蔵庫に張り紙。ほんとテキストないんだね。字も読めない。なんかそこあるね。あ、こっち行っちゃった。どこでも行ける？あれ？なんか今あったな。ビョンビョン？ここもなんか光ってますね。つけた。ここもなんかある。
チね。単なるスイッチね。これもかな？ここ行こう。あ、僕の部屋じゃん、これ。ね。さっき寝た時の。カバンを置いて、お勉強か。お腹減ったな。結構立派なお家に住んでますね。ちょっとご飯。というか、おやつかな？冷蔵庫だ！うん。なんかお菓子食べながら、テレビ見てくつろいでる。うん。両親は、まだ帰ってこない感じか？とりあえず帰ってきたら誰もいない環境ということか。あ。お勉強中？家の中で紙飛行機飛ばしてんの？とりあえず勉強はする子なんだね。うん。僕は家に帰って勉強なんかしたことないけどね。あ、おねむ？あ。なんかファサーってかかってきた。朝になっちゃった。うん。なってるなってる。え？なんか投げて止めたぞ。これ何？お母さんがかけてくれたのかな？ファサッて。うん。顔洗って、歯磨いてんのかな？とりあえずこの僕以外、誰も出てこないんだけど、シルエットは出るけど。お出かけ？あ、なんか張り紙してある。これ？うん、とりあえず、部屋に戻る？これかな？なんだろう？もうお勉強しろってことか。あ、これか。カバンを持って、ああ、宿題？これか。なんだこれ。勉強してたというか、落書きか？お絵描き。あとなんか忘れ物ない？冷蔵庫も開ける？キノコ？キノコ？あれも気になるね。うん。これなんだろう？脱ぎ捨てただけか。これで学校行っちゃっていいのかな？親はいないんだけど。あ、傘も持ってけど？あ、傘持った。うん。え、傘いらないの？
惹かれるとこだった。うん。玄関出てすぐ学校の教室。ちょっと異世界で繋がってんな。異空間？寝た！爆速で寝た。早いよ。うん。あ、先生。居眠りして、ごめんなさい。あらら。え？ぶっ飛ばされたんだが？なんだなんだ。こっち行ってみる？こっちはなんもないな。ああ、傘、置いてきちゃったよ。なんで置いてきちゃったの？持ってきなさいって言われてた気がするんだけどな。お、ぴょんって行ったぞ。あ、ぴょ、あ、これ、ジャンプできるんだ、ジャンプできるんだ。うん。しかし、もうこれはもうドロンコになりますよ。ちゃんと石畳の上歩こう。ぬかるみが。あ、なにこれ。あ、道が。できた。でででででってできたみたいな。イノシシ？違う、ヤギだ。いや、牛だ。うわ、危ないよ、危ないよ、危ない。鳥から、え、助けたの？すごい。どうしたこれ。どうしたんだろう。野鳥は、まあ、近づいたら逃げるよね。タイトルがバードストーリーなんでね。もう近づかない方がいい？ゆっくり近づく？どうしよっか。ダメだ、近づけないね。離れ気味で行こうか。ん、ダメだ。あ、行って、距離近づいちゃうとダメだね。ちょっと離れる、あえて。ダメだな。どうしたらいい？これ以上離れられんね、そもそも。うん。か、待つかだな。いっそ離れる？離れたけどね。あ、追っかけられてる、また。あ！やめろ。石投げた。カバン投げたんだな。カバンの中隠れた。あれ？これ野鳥を保護したという感じでしょうか。野鳥とかってね、うん、買ってはダメなんだよね。まあ、特別な許可とかいりますしね。
持って帰って、連れて帰るかな？やっぱ保護だよね。あれ？道が塞がる。道が塞がる。なんだこれ。なんだこれ。うん。とりあえず道なりに行こう。あ、動物病院？わかりやすい。トントン。襲われて怪我をした感じだよね。羽を痛めたとか。僕もね、スズメが傷ついててね、保護したことありますけど、子供の頃もあるんだよね。開いてない。どうしようか。ちなみに保護した時の動画をね、一応 YouTube に6年ほど前に上げたんですが、まだ残ってるかな？多分残ってますね。じゃあ、やっぱ連れ帰るの？決して食べてはくれないんだよ、何も。人の手からはね。野鳥は。あ、何これ？監視の目？あ、いかにして連れ帰るかみたいになってない？メタルギアソリッドかい。これ危ないね。声聞こえちゃった。さえずってる。もうそれ泣くよね。なんか距離取られたんだけど。あ。唇でごまかす？ちなみに僕は今、バードコールを作るのにね、凝ってましてね。ちょっと鳴らしましょうか、今。自作のバードコールをいっぱい作ってますよ。ほら、いい音で鳴くでしょ？聞こえますかね？このぐらいしとこう。バードコールはね、繁殖期に鳴らしちゃダメなんですよ。あと、バードウォッチしてる人の邪魔になるからね。お親にも見つからないように。そんなの無理だよ。さえずるしね。なんだろう。さて、どうしようか。赤が見て。何か。なんか、ことづてが書いてあるみたいだね、どうも。お母さんの貼ってあるメモが溜まってってる感じじゃない？こっちに？ベランダかな？野鳥は人になれないからな。なんか思い出すな。子供、特に小学校低学年の頃、ね、ヒナをね、保護したことあって。あ、でも、飛ぶ感じ？あ、お水？水濡れる？お水が欲しいかな？そうだね。お水ぐらいなら置いとけば、飲むだろうし。台所行って。あ、こっちか。お水ね。これ、これか。あ、コップがない。これ？あ、よかった。じゃーっと、組んで、取りにあげよう。
ことね。うん。よしよしよし。置いとこ。うん、ここに。ちょっと自分離れないと。うん。これなんだろう、餌かな。手からは取ってさ、食べないから、置いといてさ。うん。安心させなきゃね。ご飯？あ、冷蔵庫の中。僕もお腹減ったんだわ。うん。取りにあげよう。うん。どこ行った？いないいない。あそこに、なるほど。隠れてたな。うん。身を守らなきゃいけないからね。とりあえず隠れ場所を探したんだね。見つからん。でも、声は聞こえるからね。わかってるっていう感じで、引っ込んだね。あ、だだだだだだだ。びっくりさせちゃいけない。ん？ああ、ちっちゃく切るってことな。これいい？割って、ああ、ちっちゃく細かく刻む？ここかな？うん。そうね。食べやすくしないとダメだよね。ちっちゃいくちばしで刻めないよな。安心してお食べ。そう、動物はね、びっくりさせちゃダメなんだよね。どうだろう、自力で飛べるまで、まあこうやって保護する感じかな。治ったら勝手に帰ってくだろうしね。ああ。鳥も、こうやって、なんか情が映るよね。ちょっと大きい鳥がいる。鳥にもパワーバランスがあるからね。そもそも、ね、他の動物にいじめられて、こうなっちゃったわけだし。うん、まだ飛べない。うん、骨折とかしてね、うん、痛めたらもう飛べなくなっちゃったりするからね。窓から覗いて観察はしてるのかな？いつもの、ニョキッと。ほんと、お水と、ご飯を、あげねば。あ、入ってっちゃった。なにこれ、なにこれ、なにこれ、夢か、夢なのか、これは。え、なんだこのパラシュートは。パラシュートは、あ、こっちへ移動できるの。すげえすげえすげえ。なんか子供の見る夢だね、これ。本当にこういう夢見たことあるよ。いや、子供じゃなくても今でも見るよ。なんか見ちゃうんだよね、こういうビルの屋上から屋上にピョーンと。いいや。なんでもない。探索しよう。お、いいね。あ、ここね。
なんか位置関係がちょっとバラバラになってる気がする。トントン？いるかな今日は。じいさん。あ、見てくれる？やった。はい。うん。あ、水ここだな。ここにあるな。はい。ちょっと助手になってる。これどこだ？これどこだ？なんかどこにあった今。どれだろう？わからん。ん？これ何？これ何？何？これどれ？これ？これ？これじゃねえな。どこ？これ、あっちの部屋か。よく見てなかった。これか。これなんだろう。そこに行って、取ってきたよ。もう手当てしてくれた。なんて言ってんだろうね。ここで入院かな？鳥かご？あれだね。いない。持って帰っちゃった？うん。出てっちゃったね。逃げた。まだ治んないよなぁ。これじゃ。治んないから、やっぱりまた連れていくしかないよね。獣医さんに見せるしかない。すごい、でも、懐いてるね。ははは。おっと。大丈夫？泣かない？泣かない？俺も連れてきたんだよね、多分。紙飛行機？キャッチしないだろ。ちょっと待って。これ、ミニゲームになってるな。ほい。ほい、やった。受けたー。あ、行っちゃった。待て。操作難しい。意外と難しいな。すごい。飛ぶんじゃなくて歩いてるね。一生懸命歩いてる。
ここは何なんだ、ここは何なんだ、一体。テレビもあるし、何でもあるぞ。うん。うん。なんか思い出の中で、なんかいろいろ、うん。混ざってる感はあるね。一緒にテレビ見てるわ。ああ、傘さして。鳥との生活。ぴょん。あ、なにこれ、勝ち負け？あ、なに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 なこれ、なにこれ、なんか負けそう、負けそう。あ、ちょっと待ってくれ。待ってくれ。わ、これ跳ねたら、跳ねた方がいいの？跳ねた方がいいの？あ、跳ねた方がいいの？ぺちゃぺちゃぺちゃ。どんだけ跳ねたかじゃね。負けそう、負けそう。勝った。勝ったの？どうなんだろう。負けたな、今な。風邪ひいた？くしゅ。よし。これ難しいね。うわ。お、取った。キャッチ。ナイスキャッチ。うん。あ、落とした。船。あれ？いいの？いいの？こんな披露しちゃって大丈夫？あー、ちょっとアイスクリーム屋。アヒルだ、アヒルだ。カモか、カモ。あー、いいと食べる？食べる？なんか子供の頃に憧れるちょっと鳥とのね、スキンシップだよね、こういうので。あ、危ない。あ、危ねえ。ごめんなさいね、ごめんなさいね。あー、止まってくれた。乗るの？よいしょ。わ、なんか鳥だって騒がれてない？大丈夫？乗った。てか、なんか鳥使いとしてなんか人気者になってないか？あちょっとイメージが加速してる。月まで飛んでけーみたいな。うん。お、やるか。やるか。ふんぬ。これ、どういうゲームかいまいちよくわかってない。コンビニ？あ、パンね。パン買わなきゃ、あそこだ。よし。一個でいいの？はい。うん。お釣りちょうだい。よし。どっち行くんだろう。あ、こっちかな？捨てて歩いてるわけじゃなくて、野放し。うん。あそこに、会いに行く感じか？じゃあ。あー。思い出が。あの時傷ついて。あの子は？
治って、もう普通に生活してんのかな？会いに来たよ。あれ？そっか、さすがに。ちょっと今どういう状況かわかんないんだけど。とりあえず勉強だね。宿題。鳥さんはいるんだ、ここに。まだ治ってない？屋上。本読む？本読むっていうか、それ破って、うん、紙飛行機作るんだね。違う？ん？乗った。足していくね。うん。破っていく。どんどん破っていくね。広げたな。これもしかして？でっかい紙飛行機を作るのでは？綺麗に残り1枚になってる。おお。ファンタジーだね。おお、やっぱり。やっぱり。おるんだ。でかい。ちゃんと糊でくっつけたんだ。すごい。ハンググライダーだ。乗らなきゃ。おー、乗った。いや、夢ですよ、ある意味。ふわっと、ふわっ。お、上空。上昇してる、上昇してる。おー。ほら？あー、これでスピードが出るんだ。すごい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 。なんか、空が汚い。大丈夫？綺麗なとこ行こう。ふわっ、あー、山だ！うわー。絶景ポイント。探そう、探そう。鳥の四角ってすごい色鮮やかなんだね。見なきゃ、あ、ここで、行き止まり？上空から物を見るからね。だから鳥のね、羽の色ってすごい豊かじゃないですか。他の、ね。動物と違って。ちゃんと見えてんだよね。哺乳類にはない緑色もね、鳥はあるし。あ、めっちゃ綺麗だな。いいね。ふわ。あ、こっち行けないな。ちょっと加工しますか。
うわーすごい。なんか、ナウシカの乗るメーベみたいな感じで自由にね、飛び回りたいってあるよね。あ、あ、これか。ここだ。あ、乗った。浮島だ。大丈夫？お仲間？違う、縄張りだ。あの、鳥の縄張り争いって結構激しいからね。だからね、バードコールとか鳴らすと、その、敵だと思って、ちょっと、ね、迎え撃つ感じで来るから、その間にね、なんか、ね、自分のヒナが、襲われちゃったりするからね、やっぱり、繁殖期のバードコールはね、ちょっと、ダメなんですよ。あ、なんかここ行けそうだ。あ、行った行った。次の場所。すごい。うわあ、めっちゃいいとこじゃん。自由だなあ。あ。降りた。でも巣があるよ、そこに。はい、来たー。行こっか。ふぅ。おー。次行こう。夜景が。なんか南国だね、南国だね。あ、ここも。ここも巣があるね。うん。来た来た。おぉ。あ、卵産んでる。あまり近づかん方が。うん。来た、来た、来た。守りに来るからね。なんか左上になんかあったな。これ、全然気づかなかった。没入感あって、ちょっとあんまり気づかなかった。ここにもあるでしょ。あ、あった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 。ここは？やっぱり卵が。うん。来たよ。うん。行こう。おー。なんかさっきからチェック入ってますね。なんだろう。もう帰り？夢のようなひととき。ふわっ。ふわっ。戻ったー。すごいね。そして本に戻った。おやすみ。あ、先生？隠れてる。
なんだこの秘密基地みたいなところは。はい。ああ、ちょっと待って。何何何。とりあえず学校行くのかな？ここだね。うん。末席に。あ！教師と、獣医さんだよね。逃げろ！隠れろ。繋がってんだ。あ、挟まれた。おお、ぶつかった。ダックダック。ん？バレてない。バレてない。バレた。うん。なんかディズニーアニメみたいだよね。反対から出てくるって、ね、なんか思いついた。お、お、あ、マリオじゃないんだから。おお。今クリボー化しちゃったね。誰？あ、なに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 。今のは一体何？もういい時間だね。雨降ったら中で雨宿りする感じかな？なんで、お薬塗った？まあ、手当ては定期的に、僕がやってんのか。うん。連れてかなくていいの？ちゃんと見せなきゃな、でも。うん。うん、じゃあ、連れてくの？かな？見せなきゃな、やっぱな。傘持ってこ。張り紙。雨降ってるから。うん、傘持って。黄色になっちゃった。黄色だから、進め。気をつけて進めな。もう行っちゃっていいのかな？じゃあねえな。あれ？そこだよね。待ってる。
行きますか。なんか思い出が。思い出が。一緒に遊んだ思い出が。あ、逃げた。傘忘れた。あ、教師が、獣医が追い詰められた。いつものあれで逃げるか。待ちなさい。おいおいおい。めっちゃ動くな。うわ、ちょっとやばい。ちょっとしたグラディウスをやってるみたいな。横すく。横すくは、ちょっと苦手かも。縦すくは得意。わーい。これ当たるの必然だな。おい。わーい。そんな。下の方なら当たらない。まあ、これ絶対当たるな。ボロボロだよ。スローかかった。落ちた。あの子は？散らばっちゃった。あの子。ん？カバン。いない。浮島が。運んでった。あの場所に行きたいよね。いるかな？お？
紙飛行機の跡が残ってるんだね。いざなわれた。あ。いない。うちに帰るしかないね。うん、一号にいい子に。あ、押してくれた。何回？あの子は？ことづて。あー、紙。いないよねー。うん。片付ける。あ、また組んで置いとくんだ。うん、まあ、餌付けするとまた別の鳥が来ちゃったりするけどね。待ってる。あ、集めてるんだ。紙飛行機。ん？さえずりが。コンコンしてるよ。さえずってるよ。真夜中。いた。
害？なんか、色が綺麗な方いるから、あの子女の子だったのかな？じゃあ、飛べる飛べる。治って会いに来たんかな？うん。治ったよ、みたいに。言ってるわ。うん。ここ？取った。あー、個体取ったんだね。治った？うん。そうか。パートナーができた？あ、紙飛行機。うん、乗った。ファイルダーオン。うん。お別れかな？これは。そうだね。さよなら。うん、よかった。治って、ちゃんとね。うん。戻れたんならすごい良かったよね。こういうことがあって、うん、こういった思い出は、うん、ファンタジーになってるんだろうけど、うん、まあ、こういうことがあったんだろうね、実際に。いや、素晴らしかったですよ。ちょっと曲がりなりにも、ちょっと鳥をね、保護したことのある身としては、ちょっと、子供からおじいちゃんまで。あ、いつか来る。この今出たファインディングパラダイスへ続くということでしょうかね。あ、やってみたいですね。実はこの作品ね、日本語ないんですよね。日本語来たらやろうかなって思ってます。日本語パッチ、入ったら嬉しいんだけど、どうでしょうかね。来ますかね。いつか、必ずやろうと思います。続編とのことなのでね。それでは、いずれ続編で会いましょう。お相手は、葵でした。